はい、どうも、しです。今回はですね、みんな違ってみんな辛いっていうね、話をしていきたいと思います。もう結論そのままなんだけどさ、なんかみんな違ってみんな辛いでよくねっていう風にいつも思うよね。いや、なんかね、みんな違ってみんな辛いっていうのが当たり前の世の中にならんとさ、辛いって言いづらいんよね。言いづらい世界になるんよね。だって辛いんですよとか、私今すごい辛いよっていう風に言った時にさ、いやお前結構恵まれとるよ、そんなん言いよるけどさ、世の中にはこんな辛い人もおるし、世界を見渡してみれば屋根がない人もおるし、戦争中の国もあるし、そう考えたらお前なんかすごい幸せやねっていう風に言われることの方が多いわけじゃないですか。なんかね、そのみんな辛いんだから我慢しなさいっていうのはね、まあ俺は間違っとると思ってて、まあ、もちろんね、全く我慢しなくていいっていう話はまた違うけどね。ほら、どうしたって世の中生きていく上でさ、我慢しなきゃいけないこともたくさんあるわけだけど、でも本当に今辛いんですよって言いたいとか、誰かに話を聞いてほしいっていう状態の人っていうのは、まあ相当辛いわけですよ。それはもうその人にとってね、その人にとって相当辛いわけ。だからみんな辛いんだから我慢しなさいやなくて、みんな辛いんだからそれぞれ声を上げなさいっていうのが正解だと私は思うわけね。これはね、もう綺麗事でも何でもなくて、本当に感情っていうものはね、自分がどう思うか、感情っていうのは全て客観的なものではなくて主観的なものなので、結局あなたがどう思うかって話なんですよ。例えば YouTuber として顔と名前を出して、自分の言いたいことを言うっていうのは難しいことなのかっていうと、今の私は簡単なことです。もう慣れてるんで簡単なことです。でもまだ YouTube やってない時の私、初めて投稿するって言ったから、めちゃくちゃ緊張した。恥ずかしいし、やっぱ顔もそんななんかかっこいいってタイプじゃないからさ、ブサイクって言われるんだろうなとか、いろんなこと考えたし、そんなこと発言したんじゃねえとか言われるんかなとかね、まあ、いろいろ考えたわけよ。でもそれって YouTube が難しい、恥ずかしい、きついことっていうのは、みんながみんなそう思ってるかっていうとそうじゃないじゃん。それって客観的なものじゃないですよね。例えばもうヒカキンさんとかあの辺のクラスになるとさ、もう慣れっこだと思いますよ。本当に私以上に緊張感なく喋ってる部分もあると思いますよ。カメラの前で喋るという時に起こる感情の動作っていうのは、あくまで主観的なものですよね。誰の問題なんで。まあそれと同じように、辛いことがあった時に辛いって感じるのも本人の問題なんですよ。だからすごいもう最悪なブラック企業で働いてても、何十年も普通に勤める人もいるわけですよ。でも逆に 1,2 ヶ月しか持たない人もいるわけですよ。まあ、やからといってね、耐えられる人に基準を合わせるってのはまあおかしな話で、まあそんなことしていったらもう人間バタバタ死んでいくからね。じゃなくて、まあ辛いって言うんだったら、やっぱその辛い人の声を聞けるような社会になるべきだと、まあ私は思いますね。そして辛いって言いやすい環境になるべきだと、まあ思ってね、この動画をまあ撮っとるわけですよ。そうじゃないとね、長い目で日本の経済とか未来のことを考えた時に、そういう環境になってないと再挑戦しづらいとか、あと逃げ出せないっていう感じになってしまうので、なんだろう、辛いとか感じてしまった時点で負けみたいなさ、もうあと死ぬしかないみたいな、もうなんか悪い武士道かよみたいなね、感じの世界になってしまうわけよ。でやっぱどうしてもさ、統計的に見てもね、日本人のうつ病っていうのはもう右肩上がりに増えていってるわけやから、もうこれってやっぱ異常やと思うわけ。もう異常事態やと思うんで、まあ、このみんな違ってみんな辛いっていう感覚をね、もっともっと広めていきたいなというふうに思っとるわけよ。でもしこう賛同してくれた人はね、まあ、SNS とか、まあ、コメント欄でもいいけど、拡散していってほしいなというふうに思います。まあ、本当にみんな違ってみんな辛いっていうね、感覚を大事にしていきましょう。というわけでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。